それにね、今まで気づかなかったことをね、こうやってベッドに寝てたらいろんなことを思い出したのよ。へえ、今までね、当たり前と思ってたことが本当はね、すごいことやったんや。家族が優しくしてくれるのもね、初めて身にしみてわかった。だから本当はね、大変なことやろうと思ったらそれまでだけれども、私は信じてるから大丈夫。ただね、今一つだけ、何も心配はないけど一つだけ心配がある。それ聞いてくれるって私に言うからね。いいよ。何って。心配するようなことやなかったです。お父さんがね、あんなに若くして行ってしまったから、こんなばあさんがこれから行ったらお父さんが分かってくれんかもしれん、それが心配やって、わーって声を上げて笑ってくれた。これが優しい強さだと私は感じたんです。心配させたらダメだな。あ、この人は私のことを思って心配してくれてるんだな。じゃあ私はその気持ちを素直に信じて受け入れて、保温、お返しをしよう。心と心のつながりです。今日最初にお読みいたしました大聖人様のお言葉でございますが、水のように信じなさいとございました。私たちの信心とかね、人のことを思う心とかはね、パッとね、すぐにね、激しく燃え上がる炎のようだとおっしゃっておられるんですね。よし、今日から信仰するぞって、叶えたいことがある、今日から頑張って信仰します、いや今日から頑張ってお題目をあげます、続かないね。すっと冷めて、わっと燃え上がったかと思ったら、すっと冷めたりするのが私たちの信心、信仰、いや心なんですね。そこで大聖人様は、そんな火の信仰ではダメだよとおっしゃってくださってる。水のような信仰って何となります。水のような信仰とは、激しくなくてもいい、静かで穏やかでしなやかな強い心。苦しみ、悲しみに負けない、絶やさずに、諦めずに続ける信仰のことを、水のような信仰と申します。それこそが、このご修行こそが、私たちのお題目のご修行です。さあ、その尊いお題目のご修行を私たちに残して、いや伝えてくださり続けているのが
申すまでもなく日蓮大聖人様でございます。法華経の行者として生きられました大聖人様、そのご生涯は極難の連続でございました。それでも最後まで諦めず正しい教えを信じ続け、真実の法音を貫き通されましたのが大聖人様でございます。さてもう皆さんね、耳にされていることでございましょう。平成33年5年後に大聖人様ご降誕、お生まれになって800年という時を迎えられます。今日はその日を前に、ね、大聖人様がお生まれになって、そしてご出家をされた頃の小さい頃の物語を最後皆様にお話をさせていただきたいと思います。日蓮大聖人様は今からおよそ790年の昔、房州、ただいまの千葉県小湊の海辺の里に、貫名次郎重忠公梅菊をご両親として、貞応元年2月の16日めでたくご誕生遊ばされました。下にもその日は如月中の16日、暦の上では春とは言いながら、いまだ裏寒い日でありましたのに、誰が植えましたか小湊の海辺には白いレンゲが花開き、朝日に輝き風に揺れ、貫名家の庭先にはこんこんと清水が湧き出したと伝えられております。大聖人様、小さい時のお名前を善日麻呂と名付けられました。父母の慈愛に育まれました善日麻呂、10歳の頃になりますと、世の中のありさまを己が目で見つめ、耳で聞き、心に感ずるほどになられました。時はあたかも上級の乱語の戦乱の世の中、人間と人間とが憎しみ合い、親と子が西と東に分かれて刃を持って殺し合うという、人々の心の愚かさ醜さに心を痛められました善日麻呂。みんなが仏様に手を合わせ幸せを願っているというのに、なんということであろう、仏様はどこにおらします。仏様の本当の祈りとは何であろう。そうだ、自分がお坊さんとなって人々の苦しみ悲しみを救おう、そう心ひそかに決意なされたのでございます。